ないとか、死んでもらうとか、相手の力を利用するとか、そういうことでいろいろやってましたけど、荒川先生のとこに入ってくるとかね、J 先生が一生涯の時に、こう、それを利用して、そういうのって、相手の防御反応を利用してから、それさばいて、で、さばきの時は、僕が注意してるのは、いつも自由に、で、宣伝いつも自由、自由を追求してるって書いてる、そういうのもまあ、そういうのもいや、そうしてるまあ、転換からやってるんですけど、これもさばきで転換を起きて、線をね、彼女はこういうのを取ってるんですよね。待ってりゃ困ってくる。でも、さばいてる。さばいてる。知らねえよって言う。さばいてる。知らねえよ。知らねえよ。で、これもさばくんですよ。さばいてる。手は離れていようと。離れていようと先に、線でもらってくれ。線でもらってくれ。離れてくれ。離れていようと。くっついてよ。くっついてよ。ね、くっついてよ。くっついてよ。転換でね、転換でこう、あとは姿勢、あとは姿勢で、知らねえんだよって、で、そういう感じ。で、あんまりこの彼女のこの手を避けてこうやってろとか、線でこうやろとか思ってないの。自由なの、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 自由なの。足も自由なの。足どうして踏んでどうこうとか考えてないの。ただ自由だけ追求してんの。追求してるってことは勝手にやればいいってもんじゃないんだけど、それは稽古して、たくさん稽古してるからできるんだろうけどね。まあそういう話。だから、荒川先生がこういうのやってたよね。こうやって、間違えて。これ受けてこうやって、それからこうやってやったらゴーになっちゃうの。だからこの手は打たせてるって意識、それで打たせて入ってんの、全然入って、入って線なの、こっちの手ね、こっち、こう入ってんの、もう彼女が決断して振りかぶってきた時にこの手を受けてったらもうこれ来るんだよね。だから決断してきた時にも来てんの、こうに、そういう風にやった方がいいんじゃないかなって。それで自由だから。だから、5になっちゃってるの。大体、うまくいかないのは大体5になって。5になって、あーって、こうやって。もうやられてんだよね。やられてんだよね。やられないの。やられないでも、線でこう出てきてる。出てきてんだもん。だから この手は、プロテクトのために、こうやってやって、こうやってね、こうやってやって、受けてんだけど、これを止めてないの。止めて、こうやってやってないの。その前にやられちゃうから。だから打たせちゃって、おほら、この手は受けてるだけ。頭をプロテクトしてるだけ。そういうふうに考えて、その線だとか、自由だとか、そういうのを意識して、ちょっと、せっかく荒川先生やってくれたから、もう一回ね、大体見てるとね、失敗してるのはこうやってこの手どうしようかなってこうやって考えてんの。打たしちゃってんの。こう打たしちゃってんの。勝手にやってんの。勝手にって。じゃあ少しやってみましょう。どうぞ。この手ありますよね。この手っていうのは受けるための手じゃなくて、プロテクトするための手だから、この手ね、この手で空いてればこう入るんだけど、使うのはこの手だから。で、振りかぶってさっきの時、ほら、この手が当たっちゃ嫌だから、こうやってカバーしてるだけのつもりで、
宣伝もらわなきゃいけないって、宣伝振りかぶった時にもう終わってんの。そういうふうに、そういうふうにやってほしいな。だからこの手は受けるための手じゃないから、こうやって受けるこれ競争するための手じゃないよ、これプロテクトするための手。あとはこっちの手がメインだからね、メインで線外して、でこう入ってる、そういう感じ。このプロテクトする、そういうつもりでやった方がいいんじゃないかな。じゃあもう少し J 先生のね、こういう、こういうのありましたよね。 こういうのね、こう来て、こう来て、これ引っ張ってきて、引っ張ってきてこうね、はい、彼の防御反応を利用するっていうのを僕はよく言ってるんだけど、防御反応の色、ほら引っ張ってきてよ、そういう風にやってほしいので、四方投げだったらまあ引っ張ってきてね、四方このまま無理、これほら無理だろ、こう力筋肉入っちゃってんだ、だからこっちに入ってきたの、ここに全然、これ全然力いらないよね、彼の利用してるから、これ利用してるから、ほら全然力いらないの、利用してんの、こうやって、ほんで足自由でしょ、でセンターそれから、あの自由じゃないと足が止まってんの足が止まってんの、自由だと足と動いてんの、こうやって好きなとこ行けんの、自由なので、いつも言ってんのは、あの相手の力を利用しろとか自由に動けとか言ってんだけど、分かんない、やらないと、実際に稽古しないと分かんないから、こうやって引っ張ってくるね、ほら足が止まってたらこうなっちゃう、でも足が自由だから、ほらでここ行かなかったら、これもう持たれちゃってさ、こうやって持たれちゃったら、ほら足自由なんだもん、足、ね、で手でやってないじゃないですか、足でやってるって。で誰かさんが言ってたんだけど、手っていうのは手は触覚だから力は出せないって、手は触覚、あのセミの触覚と同じで、手下手に力があるから力使っちゃうけど、感覚器官でね、ここ手は感覚だけの仕事だけ、あと作用させるのは腰の力、腰の回転とか、そう自由にこう動くとか、それで手でやるとうまくいかない、で手はもう、手はこれ感覚だね、こう力ないの、力これ手力でやってないの、手力で、例えばこうやって入ってきたらこう、手力じゃないの、こっちが力、手は触覚、そういうつもりでやった方がいいんじゃないかなと思うんですね。でちょっといろいろね、こういうそう反応起こした時にどうするかっていうのをやってみましょうかね。あのせっかくジオさんやってくれたから、じゃあ続けてやりましょう。そういうのを利用して、だから宣伝もらうとか、そういうなんていうのか、宣伝もらうとか、相手の力を、相手の反動を利用するって、手は触覚だから筋肉の役目はないんだとか、そういう話ね。で大体手使ったらうまくいくわけないんだから、これ引っ張ってきたらありがとうねって、足を使うってことね、足じゃないとダメなの、だからこう引っ張ってきたら足とか腰とか、そういう話でしょ。でそういうのを利用していろいろ技ね、こう例えば正面打ちだったら、これ正面打ちはすごいいい技で、なんていうのかな、これ攻撃してくるよって、こういう彼ね、攻撃してくるの。でその時に宣伝もらってんの、だから線でもらってんだよね。で線が外れてきて、線外れてきたら関係ないんだよって、こういう足自由だから、今度は足自由、後ろでも横でも前でも入れるよね、入れる、こっち入ってた、手の力ないんだもん、足の力はあるけど、手の力、移動する力あるだけで、この力はない、この力で
この力でこうやってこうやってこうやってカタ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 やってないんだよね。手の力はないから、手の力ないから足の力でこうやってな、こうやって手の力ないから足の力、それでこう落としてるだけ、そういう話でしょ。で塩投げとか一挙とかいろいろありますから、こうね、せん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 そういう話なんだよね。でこう手でやってるからタッタッタこっち来ちゃうのかね。だからせんできたらこう来て、手の力ないんだから、もうじいちゃんだから、もうね、あのね、気づいたの、昔は一生懸命こうやって手の力使って少しでもうまいことコントロールしてうまく使ってやろうと思ったら、元ないんだからさ、もうないんだから、もう手は諦めてんの。そういう話、その方がいいよね。じゃあいろいろ塩投げとか一挙とか基本的な技ありますから、それを今みたいにやってそのなんていうのかな、そういうことを留意してってからちょっとやってみましょうか。好きなことやって、あのね、位置が悪いとこういくら筋肉なかったらふにゃふにゃで、ほら位置大事、位置ここではできないの、ここではここならできるかもしれない、ほら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 フラフラして、フラフラして、この位置はできない位置、この位置はこの位置、なんか言葉したってできない。できないの。この位置に入ってるからできたのか、ほら、ほら。力なくて。その位置を探すっていうのは、たくさんの人と稽古してないとできないのかもしれないけど、何かしら悪いわけ。何かしら悪いからぶつかっちゃうの。だから、大体、場所取りゲームって言って、場所取りゲームだとか言ってたんだけどさ、場所取りなのよ。場所がいい位置だったら、いい位置だったら、ほらいい位置だったらほら入れんの、力いらないの。こうやって場所が良ければ、ほら何にもここにいらないんだよね、これね。手で押してないでしょ、場所の問題で。場所を考えて、もう少し力抜けて、場所を考えて、場所ちょっとやってみようかな。場所、次場所、最後にこういうのやりましょう。こういうところにやらないの場所なんだよね。こういうところ関係ないから、こういうところ場所だから、こういうところ関係いいよ、持ってて、場所なの、ほら場所じゃないですか。それとタイミング、あと線ね、こうやって持たれちゃってからじゃ彼の方が有利になっちゃうの。だから本当は持たせた時でも終わってる、線で持たせた時も終わってる、そういうふうにやった方がいいのね。で相手にもよるんだけど、稽古の相手にもよる。だから自分よりレベルが高い人は何やってもいいかもしれないけど、自分よりレベル低い人に対してそれやっちゃうと、なんだ好きやってるって思われちゃうから、だからレベル低い時はこうね、付き合って、こうやって付き合って、それで彼の付き合いを、なんていうのかな、付き合わないように、あんまり付き合わないで、こうね場所、そういう感じでやった方がいいと思うんですね。でまあいずれにしても最後にこれやりましょう。はい、どうぞ。